皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も欲望都市で遊んでいきます。さあ今ですねイベントをやっておりまして、確か2周年イベントだったと思うんですけど、年度カーニバルですか、こちらですね。何周年か書いてないですけど、そうですね、多分1年に1回っていうお祭りですね、カーニバルですから。ルーレットと、チャージ特典ですよね。と、消費ランキング。で今回、こちら消費ランキングに50位以内まで入ると、ジェニーちゃんがですね、お嫁さんに来てくださるということですので、新美女ですよね、ジェニーちゃん。こちら50位ですよね。さあ、ですので、ランキング見てみましょう。5650ダイヤで14位ですね。かおみこさんが14位にいらっしゃるから、私まだダイヤ消費しないので、今日が11月23日ですから、明日ですね。明日までがイベントということで、それまでに5000ダイヤ使わないといけないんですけども。さあ、何に使いましょうか。こちらは、衣装ですか。衣装もいいですけどね。まあ、これでダイヤ使えますけど、闘技場パックで1500、美女パック、射程パック、ありますね。ショップとかで、どうしますかね。ダイヤは2万2000ありますからね。これはもうバッチリですね。ランキングには乗れますね。お、デイリーパック。あとどれに使うかですけど、パーティーパックでもお値段は安いですね。じゃあなんか強くなる方でいきますか。じゃあ行きましょう。ティーと。こちら買って。で、制限がありますね。明日買わないといけないと。逆に使うのも大変ですね。あ、でもこれ2個とか買えるんですね。せっかくですか、ランキング乗りたいから、2個買いますか。いや、コスプレも私動画を出しさせていただいてますけど、1万ダイヤぐらい使えますからね。まあ、これで消費ランキングで美女さんやってきてくださるなら、いや、嬉しい限りですよ。お、乗っている。こうなると10位以内に入りたいという願望が出てくるんですけど、1位の方、8万3000ダイヤ、すごい。まあ、これ多分50位以内には入れますから、まあ明日までこれで、お待ちしたいと思います。さあ、では一旦ですね、動画を切りします。ゲーム起動オンということで、数秒しか経ってませんけど、1日経ちました。では見てみましょう。あれ？ない。ありました。プレジャーカーニバルでしたっけ？あれ？違いますね。あれ？なくなっちゃった？今11時なんですけど、夜中の。10時まででしたよね。そう。1日経って全く見てなかったので、ランキングはどうなってるかもわかんないんですけど。さあ、375日。じゃあメールに届いてるんですかね。あ、出てきた。年間カーニバル。さあ、皆さん忘れないでいただいてくださいね。さあ、順位は何位でしょう。あ、16位になってる。確か16位でしたっけ？ 14 位でしたっけ？ということで、あんまり落ちなかったですね。嬉しい。ということで、16位なので、こちらですね。いただけますか？さあ、いただきましょう。どこで、どこでいただくの一体。いただくのは11月24日でしょ？10時でしょ？イベント終了でしょ？そうですよね。どこでいただくんですかね。ランキングに入ったことがないから、初めてなのでわからない。こちら？どこでしょうか？多分メールがあるんじゃないかなと思うんですけど、これメイン任務でしょ？どこでいただくんですかね。
普通だったらここだと思うんですけど、ここかメールだと思うんですけど、これでもない。さあ、どこでしょう、メールは。メールを探せと。アイテム？もう来てるパターンですか？美女さんでいらっしゃるとか。さあ、いらっしゃるんでしょうか。いやー、多いですよね。こちら全員お見せしてますからね。やっぱいらっしゃらない。ではちょっと探してまいりますか。さあ、ありました。外に出たらすぐありました。左下にお知らせありました。おー、来てました。ありがとうございます。ジェニーちゃん。カジノディーラー、ネットで有名な美人カジノディーラー兼 DJ、 なんかすごいですね。スタイル抜群、多形多彩で彼女のファンも世界中にいると言うと。そう、太ももになんかトランプが落ちかかってますけど、イカさんはダメですよ。わかんないですけど。さあ、他のお知らせは？おお、アップデート、ビデオさんの衣装のレベルアップを追加と。衣装にレベルアップあるんですか？すごいですね。他に美女さん来てたりしないんですかね。お知らせ3つしかなかった。それでは行きましょう。ただいまと、先ほど一旦帰ってきましたけど、こっそり抜け出したんですよね。一番下ですかね。トーンと。あ、途中にいらっしゃった、ジェニーちゃん。あれ、喋ってくれないですかね。そう、私がお出ししてる、こちら再生リストにお載せしてますけど、日替わりナイさんとか、オニオレアナルさんとか、成り上がりさんとかですね、たくさんあるんですけど、喋るのと喋らないのがありますからね。じゃあ、家の展示も、ジェニーちゃんにしますか。さあ、では、デート行きましょう。まさか、トランプ柄とかですかね。ハート？ダイヤ？まさかのスペード？全部全部盛りでした。惜しかったですね。まさかのハートがなくないですか。まさかハートがない。これは、あ、この周りのハートがハートよってことですかね。おしゃれと。いやー、皆さん当たりましたか。今まで当たったことないんですけど、当たりましたね。嬉しい。さあ、ではですね、ジェニーちゃんが美女さんの今マークに変わりましたね。いや、面白いですね。なんかちょっとしたこういう、なんかちょっとしたことも楽しめますよね、ゲームって。さあ、レベルアップして。あ、もう足りないですか。レベル137ですね。さあ、名声はあと2万ちょっとですか。まあでも今回ダイヤ、ランキングに入るために使いましたけど、まあ50位以内とかでしたら、そんなダイヤ使わなくてもいけたと思いますので、よかったら皆さんもですね、ダイヤ集めて、こちらの名人堂とランキングからいきますので、で、役職高くなると、今の挨拶でいただけるのもたくさんいただけると。毎日ですね、欠かさずダイヤいただいて、衣装チェンジとか美人さんですね、よかったらゲットしてください。それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。